世界でも最も人気のあるこのブランド、ルイ・ヴィトン、ディオール、最先端のものに触れていたい。空間の中にアートを取り入れるアンディ・ウォーホルという五感を研ぎ澄ませて自分の本来の好きなことをやってる、共に作る、想像するっていうところを、今回の動画ではピーター・マリノアーキテクトをご紹介したいと思います。別の動画でピーター・マリノのことをちょっと触れていると思うんですけども、まあもともと僕がニューヨークに行ってピーター・マリノアーキテクトに働きたいと思ってニューヨークに行きました。結果的にですね、働くことはできなかったんですけれども、直接会って話すことができたっていうエピソードがありますので、そういったところでご紹介したいと思います。ピーター・マリノアーキテクトのことをちょっと改めてまた調べますと、もともとコーネル大学というですね、アメリカの名門大学を卒業した後に、まあ、いくつかのデザイン会社を得て1978年に独立したそうです。独立した後に、アンディ・ウォーホルというの有名なアーティストのアトリエをデザインしたことがきっかけで、アート業界というともかなりつながりが深い関係性になったことがきっかけで、それぞれのブランドにですね、アートを取り入れるデザインをしているっていうところが彼の特徴でもあるようです。今回の動画ではピーター・マリノのお話したい内容を3つですね、挙げさせていただきました。1つ目としてはラグジュアリーブランドを束ねている、まあ、これはお話ししたようにピーター・マリノはですね、 LVMH グループ、ルイ・ヴィトン、ディオール、シャネルだったりとかですね、まあ、フェンディ、ロエベだとか、他にはですね、バーニーズニューヨークっていうお店なんかもまあデザインしていたりして、建築家でありながら、そういうふうにラグジュアリーブランドのお店をかなりデザインしているっていうところが特徴的なところだと思います。やはりその高級感の演出っていうこともそうですし、世界でも最も人気のあるこのブランドをこれだけスタイルに変えてですね、デザインをしているっていうところが、なかなか並大抵の努力じゃ、そういったことはできないと思います。本人自身も成長していかないといけないっていうところが多分あると思うんですよね。僕たちですらデザインの仕事にするにつれて、いろんな情報を共有して勉強して、それをこうデザインに反映していくっていうことはやっていますけれども、それとはですね、やっぱ全然比べ物にならない努力がきっとあるんだろうなと、そういうふうに思ってます。ある記事の中でピーター・マリノ本人もですね、まあ、常に最先端のものに触れていたい、最新のアートに触れていたいっていうことも言っていた記事を読みました。こういったですね、ラグジュアリーブランドのデザインをする上では、おそらく本人しか得れないようなですね、五感を研ぎ澄ませてるようなことをで日常的にやっているということを記事で話してたのを見ました。すごい努力をしているんだと思います。二つ目としては、新しいジャンル、新ジャンルの確立、これはですね、ピーター・マリノの本人も出しているんですけども、アート・アーキテクチャーっていうジャンルの本を出しています。これどういったことかと言いますと、今でこそいわゆるインテリアデザイン、空間の中にアートを取り入れるっていうことが結構一般的になってきたと思います。スターバックスとか行っても壁にこういろんなアートがあったりとかっていうのが日常的になっているんですけども、こういった考え方をもともと始めたのはおそらくピーター・マリノが原点じゃないかなと思います。アートアーキテクチャーってどういったことかって言いますと、もともとルーツとしては冒頭で申し上げたように、まあ、アンディ・ウォーホルのアトリエをデザインしたっていうことがきっかけで、まあ、アート業界に深いつながりができたっていうところがルーツらしいんですけども、アートアーキテクチャーっていう言葉のくくりがどういったとこかというと、単純にそのピーター・マリノの空間ではそのアートを飾るとか置くとかっていうことじゃなくて、例えばそれを扉にそのアート作品を取り入れたり、彫刻のような扉を作ったり、階段の手すりのところをこうステンレスの彫ったようなディテールを取り入れたり、他にはですね、ピーター・マリノがデザインした独特のファブリックなんかもあったりするようで、とにかく空間における全ての素材がアートというような考え方で作ってることがアートアーキテクチャーと呼ぶようです。まあ、なので各ブランドに対してピーター・マリノはおそらくこうご自身がセレクトしたアーティストと共同にですね、こう作り上げていくっていうことをやっているようです、まあ、いわゆる競争ですね、共に作る、創造するっていうところを確立した人なのかなと思います。次3つ目、セルフブランディング。我々もブランディングっていうところで仕事で関わることがあるんですけども、見てわかるようにピーター・マリノ本人がかなり特徴的なファッションをしていると思います。好き嫌い人それぞれあると思うんですけども、本人ってすぐわかりますし、やっぱりこう覚えてもらえるっていうところもあると思います。もう今ではかなりもう有名人なので、単純にどうやらこう好きでやってるっていうところらしいんですけども、ピーター・マリノ本人も、まあ、昔はああいったスタイルではなくて一般的なというか普通の格好をしていたようなんですけども、まあ、どうやら
から病気が過去にあって少し余命が見えたっていうところをこう診察されたと。それをきっかけに自分のやりたいことをやろうと、本当に好きなことってなんだろうみたいなことを考えた時に、今の普通のスタイルは自分の本来の姿ではないっていうことを記事で言っておりまして、自分の好きなことをやろうっていうことのきっかけからああいうスタイルになっていったようです。例えばスティーブ・ジョブズなんかも同じようなことを言っていたりもするので、真剣にこう自分の人生というところを考えた結果ああいうスタイルになったのかなと思います。なのでセルフブランディングっていうところでは結果的に自分の本来の好きなことをやってるっていうところもあると思うんですけども、やはりピーター・マイの本人もこう自分の名前でこうブランドとしてやってると思いますので、そういったところではマーケティング的な目線だったりだとか話題性を生むっていうところもありますし、それがリーダーシップ性につながるのかなと思います。なのでそこのセルフブランディングっていうところは大きいのかなって。ああいうファッションをしているとピーター・マイの本人がまあもはやアーティストみたいな形になってると思うので、一つ目に挙げたラグジュアリーブランドとの関係性ったところでもこうつながっているのかなと思いました。以上ピーター・マリノをおすすめしたい理由を3つお話しさせていただきました。今話したようにピーター・マリノがラグジュアリーブランドを多く関わっているんですけども、今うちでもですねいくつかラグジュアリーブランドと言われる案件に関わらせていただいております。今こういうふうにですねやらせていただいている中でも本当にラグジュアリーブランドの世界観っていうのはすごいなと思います。例えばマテリアル仕上げ材だったりだとかディテールですね、収め方、まあ、デザインの細かいところに関して見たこともないようなやり方をしてたりするんですね。こんなこともするんだっていうようなことがいっぱいありました。当時僕がこういった案件に関わるきっかけとなった、まあ、グッチという、ね、ブランドのデザインに関わった時に、当時は僕はまだ23歳か4歳ぐらいの時だったんですけども、図面があってそれをもとにニューヨークに行ってニューヨークのお店で実際のそのできている重機ガラスケースとかですね空間を見て、この図面はこれなんだっていうのをこう照らし合わせるっていうこともやったんですね。だからその時はもう図面を見て目の前に同じものがあるのに、これどうやってできてんのと、これどういう風に電気の配線通ってんのとか、これどういう風にしたら引き出しを開けてもこうレールが見えないようになってるのとか、本当にこう実物を見てもわからないぐらいのこだわりがつぎ込まれていた感じがしました。本当に細かいところまでこだわって作ってるっていうのはこのラグジュアリーブランドの世界観です。話したようにやっぱりこうアートアーキテクチャっていうほどで、一つ一つの本当にもう全体の空間からその仕上げ材とかディテール、例えば照明計画ライティングプランまで本当にこう全ての研ぎ澄まされた感性がそこにあるので、ピーター・マリノの世界観を見ると常にアンテナを張っていろんなものからインスパイアされて、それを一つの空間にまとめるっていうところをピーター・マリノの考え方から教えてもらったような気がします。なのでこう僕にとっては非常にこうきっかけを作ってくれた偉大なデザイナーだと思っています。本当に僕らの業界だと世界で超有名なデザイナーですので、こんなことじゃ語りきれないぐらいの内容があると思います。日本でもですね、直近だとルイ・ヴィトン、銀座だと他にもシャネルだったり他のルイ・ヴィトンだったりだとかクリスチャン・ディオールだったり、まあ、いろんなブランドたくさんあるので、ぜひそういった視点で一度見ていただければと思います。今回のシリーズをですねまた他にもデザイナーを紹介していきたいと思いますので、ぜひ今後もご覧ください。ありがとうございました。